教皇は古代中国神話に登場する神、四罪の一人に挙げられている。姿は人面邪神洪水を起こす水人とされている。漢詩、軌道の描写では朱色の神を持つとされる。道しでの記述に従えば、宿友の子供であり、炎御門の一族にあたる。旧朱人面邪神の家来であるアイアナギを従え天下を乱し、 不周山を破壊することで大地の崩壊をも引き起こした悪心として伝説では描写されるが、乱を起こした時代は文献ごとに定まっておらず、年代順に並べると以下の時期が並んで存在している。神話学者の演歌は、数ある教皇の伝説のうちでは、戦力の時代とする文献が古い形のものであろうと考察しており、その存在は皇帝に属する系統と対立するものの、 代表と目されたために四罪の代表格、悪心のような扱われ方をされているものであると見ている。女去の時代から神話上に時を超えて千年近くに、渡り必要に登場し続けては、敗北をする悪心として描かれているのは、中原を本拠とした政権と長期にわたって敵対した、共族が強行を信奉していたためではないかとも、考えられている。風俗、道吉などに、 強行ゆきことされる記述が見られる。洪水の広しの字はこの教皇の名前から取られたとも言われている。ありがとうございます。